はい、皆さんこんにちは。お久しぶりでございます。さあ、ただいまですね、私は、横浜に来ております。横浜のね、日産の展示場でですね、アリアリミテッドをですね、ちょっとね、見に来たと言いたかったんですけれどもですね、なんとそのアリアリミテッドの展示は明日からだったという、非常に何とも言えない気持ちで、帰るというところです。いやーねー、一応ホームページチェックしたときは、あ、今日から展示が始まると思って、ちょっとね、家のこともほったらかしにして、このね、大雨悪天候の中車で来たんですけれども、いやね、来てみたらね、アリアリミテッドがない。あら、ちょっと待てよって確認したら明日からだったというね、もうほんと気合の空回り、最速すぎて車がなかったっていうね、そんな状況であります。いやー、なんとも言えない、悲しすぎる。で、一応アリアリミテッドは、お届けする予定ですので、またちょっとね、明日はね、個人的に予定があって行けないので、またちょっとね、タイミングがずれちゃうんですけど、またこちらのね、チャンネルで配信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、今日もね、せっかくなので、私のね、 N ワゴン、またね、 N ワゴンネタでね、お届けしていこうかなと思います。で、私の N ワゴンはですね、もう納車されて約1年と9ヶ月になるのかな、もうそのぐらいになりますね。早いもんでもう1年と9ヶ月、今年の夏でですね、2年という形になります。で、基本ですね、N ワゴンはですね、街乗りメインで、乗っているので、こんな感じでね、東電にあんまり使うことはないんですけれども、いやいや、改めてね、ちょっと東電をしてみると、やはりね、この N ワゴンのね、基本性能の高さっていうのを、まあ、改めて、確認できたなという印象です。で、こちらの車はですね、まあ、軽自動車になりますけれども、軽自動車にもかかわらず、このね、これね、チルト&テレスコピックが、標準装備、そしてオートブレーキホールドも標準装備で、さらに、全車速対応のアダプティブクルーズコントロールですね、ホンダセンシング、渋滞追従機能付きも、標準装備となっていて、もうね、装備面はですね、本当文句ないなという印象です。で、軽自動車ね、結構セカンドカーで、乗られる方ね、まあ多いとは思うんですけれども、もうこの車は、基本的にもうメインカーとしても全然ね、使える車だなといった、感じがあります。で、私が、乗っている N ワゴンの L ホンダセンシングという、モデルになります。で、それにメーカーオプションで、LED のヘッドライトを、インストールしているといった形になります。で、エンジンは NA エンジンなんですけれども、このホンダの N シリーズのね、 NA は結構もう下からのトルクがね、しっかり出てくれるので、いやいや、本当ね、走っていて、本当 NA でもね、十分なんじゃないかと思えるほどの、乗り味を持っているなといった印象があります。まあ、これはね、個人のね、軽自動車に対する考えとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、まあ、個人的にはね、やっぱ街乗りを走る上では本当 NA でも十分って思えるほどの、まあ、力強さを感じるなといった印象です。本当ね、非常に、扱いやすい、そんなね、車になってます。で、このね、新型 N ワゴンは N シリーズ初の
オートブレーキホールドだったりチルト&テレスコピック機能が、装備されたんですけれども、まあその後にね、N1 あとは NBOX がねマイナーチェンジ入りましたよね。で私はですねこの N ワゴンに、チルト&テレスコピックとかあとは、オートブレーキホールドがねもう標準装備になったので、もうねこれからの N シリーズはもうこれらの装備は当たり前になるんじゃないかなと思っていたんですよ。もし N1 であったり NBOX にね、オートブレーキホールドなんかが、装備されてしまうと、まあこの N ワゴンちょっと立ち位置的になんか弱くなっちゃうよねとは思っていたんですけれども、蓋を開けてみたらですねそんなことなくて、チルト&テレスコピックやオートブレーキホールドはこの N ワゴンにしか乗っていないといった形になっているので、いやいやまだまだこのね N ワゴンを、選択する価値は十分あるかなといった印象があります。でこれらの装備はおそらく N1 や NBOX が、まあ、フルモデルチェンジをしたタイミングで、まあ、標準装備になるんじゃないかなと思うんですけれども、まだまだね、まあ、フルモデルチェンジのタイミングには、まあ、数年はあるとは思うので、うん、まだまだねこの N ワゴン、しっかりね魅力持ってるなという感じですよね。でこのね N ワゴンの乗り味を言うとですね、やはり N1 と NBOX のちょうど真ん中に位置するような、そんな、印象があります。で乗り心地的には、ソフトな、ね、印象があって、まあ、どっちかっていうとね走りよりかは、乗り心地を重視しているなといった、感じがあります。だから普通にね街で乗ってても本当にね乗り心地の悪さっていうのを感じないし、こうやってね高速道路今首都高かな、走っていますけれども、こういうね首都高を走っていてもその NBOX みたいな、このふらつきの強さっていうのは感じないんだけれども、そこそこやっぱりねしっかり、いい乗り心地をね出しているなという印象があるので、このあたりはね結構ねうまいことバランス取れてるんじゃないかなという感じがあります。でラゲッジの使い勝手は、まあ、個人的な意見としては、この N ワゴンが一番使いやすいかなと思います。やはりこのね2段ラゲッジボード、ラゲッジにね、板があって上と下で分割できるそういうね、機構を持っているので、このね2段ラゲッジボードが非常にですね使いやすいです。本当に使いやすい。でさらに後席の下がですね空いているんですよ、空いているので長尺物をその椅子の下にグッと入れられるっていうのも一つの、この N ワゴンだけのメリットです。私はねこの N ワゴンで、ね、釣りなんか行ったりするんですけれども、釣りに行く際はこの後席の下に釣り竿をドゥッと入れちゃって、走っていけばですね本当快適に移動できます。例えば釣り竿が後席の下に入れられなかった場合は、このねちょうどアームレストのところにね釣り竿が来ちゃうんですよ。どうしても軽自動車でね釣り行く場合は、で下手したらこのシフトノブに釣り竿がねピチ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 当たっちゃって、なんかねちょっとねうざったいなって思う、場面がね絶対あるはずなんですけども、この N ワゴンの場合はですねそれは全くないです。本当に快適でよくできている車だと思います。そしてねアダプティブクルーズコントロールをね使っていきたいと思いますけれども、このね軽自動車ですよ、これ軽自動車でもこのね渋滞追従機能付きの、アダプティブクルーズコントロール、前の車の速度に合わせてこちらの車のね、速度も調整してくれるそんなね機能がついてます。そしてこの車は、完全停止、止まるまでね、持っていけて、さらに、このね渋滞追従機能付きなので、渋滞時のノロノロ走行時でも使えるという感じです。この辺りはですねやっぱり長距離ロングドライブするにあたってアドバンテージがあるのかなという感じがあります。うん、この辺りは本当ね軽自動車とは思えない、装備内容ですよね。
でこれからね、軽自動車 N ワゴンね、ご検討される方いらっしゃるかと思うんですけれども、まあね、ぜひですねこれ一度ですね試乗してみてください。初めてこの N シリーズの軽自動車になると、いやこれ軽自動車なのって思えるぐらいの力強さがねあったりします。本当ねこれ驚きますよ。そしてターボと NA どっちがおすすめなんだいというところですけれども、まあ、これはねその人の使うシーンによってねおそらく変わってくると思うので難しい部分ではあるんですが、まあ、私みたいにね街乗りメインで使うならば、まあ、個人的にはそんなターボがなくても NA で十分かなという感じはあります。でさらにこの車をねメインカーとして使ったり、あとは、まあ、通勤の経路にですねワインディングがあったり、あとはプライベートで高速道路よく使うよっていう方だったら、もしかしたらターボの方がストレスはないのかなという感じはありますね。で結構ね私自身この車街中とかいろいろ撮影行ったりなんかするときに、ね、使ったりしてるんですけれども、まあ、ちょっとねもう一度ね内外装、お届けしようかなと思ったりしてます。実際ね約2年近く乗った中でこの N ワゴンのね汚れ具合であったりいろいろね多分、気になる方はねいらっしゃると思うので、まあ、そのあたりねちょっとお届けしてみようかなと思いますので、まあね、N ワゴン、購入検討されている方であったりね、あとは、まあ、N ワゴン乗っている、N ワゴン仲間の方はですねぜひぜひ、ご覧いただければと思います。はい、ということでね今回はですね、本当はアリアリミテッドを撮影した帰りだったんですけども、冒頭でねお届けした通り、アリアリミテッドの展示は今日じゃなく明日からだったということで、ちょっとね、気持ち的には、残念な感じになっているんですけれども、まあ、今回ねちょっと N ワゴンで来たので久しぶりにねN ワゴンの、動画としてお届けいたしました。これからねまた N ワゴン関連ちょっとね、配信していきたいと思います。でまずはねこの約2年乗っている私のね、N ワゴンの現状をですねちょっとお届けしていきたいと思いますので、そちらも、ご覧いただければと思います。でこの N ワゴンは、発売当初ですね、電動パーキングブレーキの問題で、出荷停止とかありましてね、ちょっとねスタートダッシュが切れなかったっていうそんなね、車でもあるんですけれども、まあ、今はそういう問題は、解消されています。ただねちょっと半導体不足なんかで納期が若干遅れたり、してるかもしれませんが、個人的にねこの N ワゴンは本当自信を持っておすすめできる軽自動車なので、ぜひね軽自動車ご検討されている方はちょっとね候補に入れていただいて一度ね試乗なんか、していただくとですね、いやホンダの N ワゴン結構走りいいんじゃないかと、びっくりされる部分もあるかと思うので、ぜひぜひ、試乗していただければと思います。それでは今回は N ワゴンからお届けいたしました。また次の動画でお会いしましょう。